どうもこんにちは、劇団スカッチのゆうやでーす。ハッピーバレンタインということでね、先週のね動画のね後にね、バレンタインデーバレンタインデートースト作るって言っちゃったもんだから、オリジナルレシピを考えてきました。早速作っていきましょう。まずこちらのトースト、いつもとちょっと違ったパンでね、可愛い感じ出していこうかな。こうきます。頑張って買ってきました。こちらのハートのバレンタインデーって言ったらやっぱハート以外考えられなかった。さあ、どの大きさにしよっかな。これで2個か。こんなのもあるんですね。もし、じゃあいいよお前それ。気持ち悪いよお前それ。気持ち悪いよお前。いや、そうだと思うよ。ちょっと後で話すけどね。はい、わかりました。俺やっぱ気持ち悪いと思うよ。はい、じゃあこの3つのサイズ作っていこうかな。くっと、いけるかな。お、すごい。おお、超綺麗に。いいじゃないですか。喋り方ちょっとうざくなかった。こちらも。お、おすごい。いいじゃないですか。あ、めっちゃ可愛い感じな、じゃん。なあ。めっちゃ可愛い感じじゃんかんな。いいですね。綺麗に、こんなに綺麗に。行くもんね。これいらんの。触んなよ、それ。俺いるんだよ。あぶねえ。こんな感じで並べて、本当はね、あのスライスチーズの形をしたチョコってのが、それもこれで型を取って上に乗っけて焼きたかった。なかったんで、達也さんの私物のチョコのこちらをね、はい、ていこうと。俺今のとこ結構悪くないんじゃない。これすっごいうまいっすね。はい、こういうことで、はい、とりあえずこちら塗りたくりました。はい、さあこっからどうなるんでしょうね。これも焼くんですよ。トーストですよね。うん。えうるせえな。俺結構な、週末半日ぐらいかけて考えたんだけど、ここにこうやってパンを乗せていく、はい、あ、これめっちゃうまそうだな。はいと。はい、でこちら焼いてる間にですね、こちらね、これ余ったでしょ、もったいないでしょ。大体ね、こういうの作ってると自分もお腹空いてきちゃうから、自分用の食事としてもバレンタインデー仕様にしようってことで、パンをこう乗せますね。卵の方をですね、はい、ハート型の中に入れていこうと。あら、女心に溢れた、溢れてます感じになっておりますから、ね、あ、溢れてます。でしょ、今一気に可愛く見えました。でしょでしょ。はい、これを俺考えたのよ。これ俺考えてたんですね。土日一生懸命全部使ったの。いや、ほぼ使ったの。これ別に自分用って言ったけど、揚げたっていいんだからね。これはちょっと混ぜようと。はい、卵を混ぜて、はい、かけるのかと思いきや、え、ここでもう一手間入れていこう。どうなってます、ここ。あー、やばい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 。なんだこれ。なんだなんだ、ブクブクしてる。え、なにこれ、気持ち悪い。おーおい、俺の取り近いぜよ。もうちょっと弱火でやれば、多分ちょっと染みた感じになるから大丈夫だから。そうそうね、うん、とろけるチーズをですね、この間に挟むと、こう、これは思いつかなかったです。卵が流れちゃうのもちょっと防げるじゃん。で、卵を入れていくと、めっちゃうまそうじゃない。おっ、あ、ってってめっちゃギリギリでしたね、今ね。おー、楽しいな。気をつけて。あ、ちょっと待って、ショック。あ、すごい。やばい。え、どうしたんすか。あー、終わって、あ、こっちも。チーズやったせいじゃないけど。で、土日一生懸命考えたんですよ。一生懸命考えたのに。わかった。はい。これを、はい、卵かけるんじゃなくて、卵浸します。出たね、ひらめいたね、これは。土日考えてる分ね、やっぱり新しい山出てくるよね。ちょっと向こうも気になってきた。土日関係ねえわ、絶対。土日関係ない。チーン。お、あ、結構うまそうじゃん。うまそうだな。なんか、いい感じに。超いい感じ。すごいしてて、カリッカリじゃないですか。おー、めっちゃうまそうなんだよ。自信あるもんだって、土日使ってるから。あ、いやいや、あ、土日関係ねえわ。こちらにですね、やっぱりもうこれよ、ミックスからしが、これがやっぱり一番いいから、これかけときいいみたいとかあるのよ、やっぱり。うわ、いいじゃん、結構。うわ、うまそうじゃん、結構でも。ね、いいじゃないですか。はい、完成。冷凍庫いっちゃう。いってらっしゃい。さあ、こちらですよ。浸してこう乗せればいいじゃんって。そうすれば落ちないじゃん。ここどうするよ。まあ、ちょっとこれも浸します。これ乗せていきます。はい、いいんじゃないでしょうか。で、これに塩コショウ。本当はね、卵がここまでひたひたになって焼けたら、このパンをね、もう一回こう上からこう型で取って、あ、上に卵ができてるっていうのやりたかった。まだあるから、やろう。達也さん、はい、食べていいよ。ハッピーバレンタイン。ありがとう。いやいや、達也さん、そんな食べたくないのにあげるね。これ言うなよお前。もう第2弾先焼こうか、こういう感じで。はい、さあ焼いていきましょう。はい、では最後にですね、僕がやりたかったやつをちょっと作るんで、さっきの失敗
ぱいを元にすると、そうだね、 OK。 やっぱり今まで何度も動画作ってきてるからね、やっぱ教訓があるから、端っこはちょっとだけマヨネーズいきましょうか。あー、なるほど。かっこよかったね、今動きが。いや、今すごいっすね。そうね、ちょっとだけ動きが超うざかったもんなんで、これにね、はい、これをこう乗せます。ケーキの縁に合わせてマヨネーズに入れます。白身を入れないようにちょっとずつね。そうですね、ゆっくり。おおお、いったんじゃない、これ。あー、これいい。あああ何やってんすか、何やってんすか。あ、向こうができたかな、はい、第2弾が。はい、いいんじゃないですか、これで。どうなってるかな。うまっ、うまそう。じゃーん。あ、うまそうっすね。これうまそうだな。ケチャップ乗せて食べたらうまいんじゃない、これ。うわ、どうなんすかね。でもこれ悩むところですね。悩むところですなおい、俺の編集テンションがうざくて、編集の時テンション下がりそうだよ。でもまあね、こっちがありますからね。こちらに塩コショウ。みんなもね、楽しくやりながら作ってもらえれば、プレゼントした相手に、仮にその告白が失敗したとしても、バレンタインデーっていうのが楽しい思い出に変わるから、とりあえずこんな感じでいってみようか。はい、ということでね、はい、もう最後のもう手順も終わりですよ。あとは待つだけです。ちょっとした小話というか、前半に話したじゃないですか、まあ、気持ち悪いでしたっけ僕。まあ多分本当気持ち悪いだと思う、これ。あとこのミックス、ああ、はいはい、はい、ああ